国民民主党の山尾志桜里衆院議員が17日、任期限りでの政界引退を発表しました。私には、政治家とは別の立場で、新しくスタートしたいことがあります。そこで、今回の任期を政治家としての一区切りとしたいと思います。というわけで、次の選挙に出ることはありません。山尾氏は、次期衆院選で愛知7区から国替えし、比例東京ブロックの単独1位で立候補する予定でした。議員パスの不正使用疑惑や、不倫相手の元妻が自殺したことなど、国民民主党としても処遇に困っていたようですが、能力的にも知名度的にも、党の顔であっただけに、ダメージは大きい。引退の理由は、10年かけてできなかったことは、次の10年でもできないということらしいが、単独1位でも比例東京ブロックで当選することは難しいとされ、そこに週刊誌報道も重なったことが引退を決意した主な原因ではないでしょうか。